やりました。ついに大きな琥珀を発掘しました。ん？いや、違うぞ。これは、たまごっちだ。皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。創作ゆくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。いよいよですね、映画、ジュラシックワールド。新たなる支配者公開されましたけども、まだちょっと見に開けてないんですけど、まあ、今回はですね、それに関連して、こちらの商品をちょっと紹介したいと思うんですけど、はい、ジュラシックワールドたまごっちでございますね。はい、こちらですね、バンダイの人気の電子おもちゃであるたまごっちと、まあ、ジュラシックワールドがコラボした商品で、まあ、恐竜を飼育するという、まあ、ゲームになるわけなんですけど、まあ、たまごっちはですね、1996年に初代のものが発売されたわけなんですけど、まあ、30代後半から40代前半くらいまでの方は、まあ、学生時代にちょっと遊んだことがあるっていう人が結構いるんじゃないかと思うんですけども、まあ、自分も当時、まあ、高校2年くらいで、まあ、ブームに乗っかって、買って遊んでた記憶がありますけども、まあ、当時は非常にこう大ブームになってまして、まあ、本当にお店に行っても全然置いてない状況があったわけですけど、まあ、当時はですね、まだインターネットもない時代で、まあ、パソコン通信ですね、のなんかこう売ります、買いますみたいなこのコミュニティで、確か1万5000円くらいまでこう高騰して売られてた記憶がありますけども、まあ、その後ちょっとブームがね、一旦去ってからはあまりちょっとね、よくシリーズのことはよく分かんなかったわけですけども、まあこう長年シリーズが大体20も5年超えてますから、その間にまあいろいろとこう商品が出たりしてて、まあ、昨年ですね、2021年に発売されたたまごっちスマートというのがあるんですけども、こちらはですね、腕時計の形をしてますけども、まあ、そもそもですね、たまごっちというのは、卵とウォッチを足した造語として、まあ、腕時計型として、まあ、企画が立てられたわけなんですけど、まあ、初版の事情でこういう、キーチェーン型に落ち着いたみたいなんですけど、まあ、その当初の、まあ、企画段階のものが実現したということになりますよね。で、まあ、今回のこのジュラシックワールドたまごっちなんですけど、こう買って、最初見た時、あれなんかこれ小さくねって思ったんですけど、まあ、そこの見間違いではなくて、確かにこれ本来のたまごっちよりちょっと一回り小さいたまごっちナノというシリーズのものなんですけど、まあ、最近よく知らなかったんですけど、このたまごっちナノのサイズで、結構こうキャラクターとコラボしてるものがいっぱいあって、まあ、エヴァですとか、ワンピースで、それが鬼滅とかも、まあ、タイアップしてて、そういうキャラクター商品が結構出てますよね。まあ、何をともにこうちょっと開けてみましょうか。はい。はい、じゃあ開けます。やっぱりこう手に持つとさらに小ささがちょっとわかるんですけど、まあこうボタンのピッチがかなりこれ狭くて、この無駄に大きい自分の手だとちょっとボタンが押しづらいかなっていう感じはするんですけど、まあこのデザインですね、このちょっと透けてるのがわかるかなと思うんですけど、このオレンジ色のものは、これまあ、琥珀をイメージしてて、こちらがですね、ダイナソーアンバーバージョン、まあ、琥珀バージョンというものなんですけれども、まあ、これの他にですね、ダイナソーエッグバージョンという、まあ、卵を模した、まあ、このジュラシックシリーズではね、こう印象的な、卵を割って、こう、恐竜の赤ちゃんが生まれてくるシーンをちょっとモチーフにしたような、デザインのものがあるんですけど、まあ、その2つのデザインがあって、どっちを買おうかって思ったんですけど、まあ、やっぱりこうちょっとねシリーズとしてはまあ印象的なこの琥珀をちょっと模した感じの方がいいかなと思って、まあ、こっちを、買ったわけなんですけど、で、まあ、このたまごっちで飼育できる、まあ、恐竜なんですけれども、まあ、草食系と、まあ、肉食系の、まあ、恐竜、まあ、今作の
映画に登場するキャラクターも含めて、まあ、26種類の、まあ、恐竜を飼育することができると。まあ、厳密に言うと、空飛ぶ翼竜であるとか、こうね、海の中にいるモササウルスとかはですね、恐竜と呼んじゃうと、まあ、ちょっと、指揮者からちょっと怒られちゃったりするんですけども、厳密に言うと恐竜ではないんですけど、まあ、一応ね、そのくくりとして、26種類、このゲームでは飼育することができますね。じゃあまあですね、実際にちょっとプレイしてみたいなと思うんですけど、まずはこの絶縁シートを抜きますと、はい、というわけで、まずは時計の設定ですね。はい、というわけで、まあ、ジュラシックパークの冒頭のシーンである、蚊から血液を採取して、そこから DNA を取り出して、タモンが割れます。さあ、どっちが生まれてくるでしょうか。はい。これは肉食系ですね。肉食系恐竜の赤ちゃんが生まれました。はい。じゃあ、ちょっと、おやつあげてみましょうか。おやつはこっちの、もう、魚のマークの方ですね。まあ今これ起きてる状態なんですけど、まあ恐竜はこう眠っちゃったりするので、そしたらまあ電気を消してあげたりして、あとはまあね、当然食べたら出すものを出すので、そういうものを出しちゃったらまあね、それ、きれいにしてあげるという、まあ、たまごっちらしい、まあ、飼育のコマンドがあります。で、まあ、ジュラシックワールドたまごっちにはですね、ミニゲームっていうのが入ってまして、この選択画面にあるこの下のゲームっていう方を選ぶと、Which One と Escape とあと Catch Food ってあるんですけど、Which One っていうのは、はい、この卵2つあるうちのどっちに恐竜が入ってるでしょうっていうことで、この A か B のボタンで選ぶんですけど、 B、 おっとこれは外れた。 A、 はい、これは入ってた。じゃあ次も A、 外れ。じゃあ次は B、 入ってた。じゃあ次も B、 おっと外れ。でまあこれ5回やって、連続で、恐竜を見つけることができたらパーフェクトなんですけど、じゃあ次 SK ですね。こちらは恐竜から逃げるんです。このずっと A ボタンを連射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 、8秒間連射します。はい、これで逃げ切れましたね。成功するとこういうふうに恐竜が喜びます。3つ目のキャッチフードはですね、このようにモササウルスがいますので、左から、サメが出てくるので、これを上下に操作して、サメを食べるというものですね。これパーフェクトだったですね。はい。まあ、その他にもですね、このジュラシックワールドたまごっちにはスペシャルタイムといって、まあ、ジュラシックパーク、それからジュラシックワールドシリーズの、まあ、名シーンを再現したドット絵がこの画面にある時間になると表示されるというところで、そのまま結構種類があるみたいなんですけど、まあ、シリーズファンがちょっと見てニヤニヤしちゃう演出なんじゃないかなと思いますね。はい、というわけでジュラシックワールドたまごっちのご紹介でございました。まあこれですね、どんな恐竜に育つのかちょっと楽しみなんですけど、まあちょっとね、いろいろと飼育して遊んでみたいと思います。
で、まあ、こちらですね、先ほどちょっと言いましたように、こちらのダイナソーアンバーバージョンとダイナソーエッグバージョンという2種類がありまして、まあ、どっちを買っても中身は一緒ですね。どっちが草食で肉食っていうわけじゃなくて、どっちも中身は一緒なんで、どちらか、ですね、お気に入りの方を買ってみてはいかがでしょうか。というわけで、ジュラシックワールド新たなる支配者とコラボしたたまごっちのご紹介でございました。まあ、映画の方はですね、近々見に行きたいなと思ってます。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。